今日のお題はクロスティーニだよ。クロスティーニ、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。クロスティーニは薄くスライスして焼いたパンに具材を乗せたイタリア料理の軽食の一つだよ。名前はイタリア語で小さいトースターを意味していて、キメの細かいパンを使うのが特徴かな。イタリア料理でパンの上に具材を乗せるという点は前回のブルスケッタとかなり似ているね。ブルスケッタとクロスティーニはどこが違っているの？違いは何点かあって、ブルスケッタはキメが粗いものであるけど、クロスティーニは細かくなっているコペ。ブルスケッタはニンニクをすり込むけど、クロスティーニはないということがあるよ。見た目だとキメの細かさが判断しやすそうだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。